にちは。お仕事お疲れ様。そっか、もう徐々にもう3日だからお仕事が始まる方は始まるよね。私もお仕事だ。明日仕事始め。なんか私わかんない。なんか1月1日ライブだったから何を仕事始めにしたらいいのかわからん。で、明日も仕事やからもう仕事始まってるのかな。でもなんかこう仕事と休みと仕事みたいな感じ今は。だからわからんのよね、謎よ。そういう場合はどうしたらいい？普通に休みじゃない？なんかあのライブ、元日ライブ終わって、元日ライブ終わって、でまあ今日とか昨日とか休みで、で、あ、お正月やって感じがしたよ。なんかライブを終えて、あ、お正月やなって思ったらもう明日仕事やから。そうそう、今日のメイク可愛い。今日いつもと違うのしてみた。白ライン自分で引けるようになった。でもなんか本当1月1日に仕事してる人いるのとか思ってたんよ。そう、でもさ、なんかまあ芸能界とかはさ、まあそういうね、そういう行事ごとの時がさ、あれじゃん、普通はまあ忙しいじゃんね。特にアーティストとかはさ、そういう時こそこう私たちの出番じゃん。なんかいるのかなと思ってたけど結構いるよね、お正月も仕事してる方。だってタクシーのこの前、ライブ終わり、1月1日のね、あのライブの日に乗ったタクシーはなんかもうないって言っとったお正月。仕事だし、2、3、4って休みなのって。そのおじちゃんは何するんって聞いたらアイロンがけってやつだよ。家事分担制やからアイロンがけをひたすらさせられるらしい。うん、でもそうよな、だって確かにそうよな。だってお正月でじゃあ休んでますってことはテレビをみんな見る。じゃあテレビの人たちは忙しい。じゃあお正月でちょっとどっか行きます。タクシーの人はそれは忙しい。でお正月、あ、セールだ、バーゲン、あれバーゲンセール、じゃあ初売り行こうってなった。それお店の人もみんな仕事なわけじゃん。ってなったら結構みんなお正月も忙しいやんと思って、みんな頑張ってるなって思って。思いました。みんな頑張ってる。って思いました。とさ。
お正月がまあやったら1月のなんか半ばとかな感じ、なんか自分からしたら今年はね。でもなんか去年とかも普通にね帰ってたから、とか初めてだから今年が、だからあやっぱ STM もどんどんこうなんだろうね、なんかそういうお正月も休めないくらいのこうねグループになってきたんだなとは実感する。うん、だから本当にね、来年もしねまた紅白を目指してもし出れることになったら、もっとね忙しいお正月になるって考えたら、忙しいって幸せなことですね。1月1日も飲食店、だからやっぱすごいなと思うよね。本当はさ休みたいだろうに、1月1日もみんなが仕事休んでるだろうな、じゃあ俺たち私たちは1月1日も営業しようっていうのがすごくない？やっぱりうん、そういうのはすごいなと思う、ほんまに。うん、なんか気持ちを感じるよね、強い気持ちを。うん、でも本当そうだよね。だってみんなが休んでるから休んでたらさダメじゃん、マスク開いてないだろうなと思って行ったら開いとってみたいな。お雑煮、あ、おぜんざい、あ、ぜんざいだ、ぜんざいありがとう、おしめなの水。ねえ、ほんとすごいですよ。でも今年はね、なんかお兄ちゃんたちもなんか帰ってなかったんや徳島に。だからもう帰ってなくても、帰ったとしてもお母さんとお父さんとおばあちゃんがいるぐらいで、そこまで変わらんかったっけ。うんとは思う。でもやっぱ実家帰ったらでもお正月って感じはするよね。あと毎年私初日の出とかもその小学校からの友達と毎年一緒に過ごしてたし、そうそう、去年もさ、まあ、ほのが来てたからさ、その友達とほのと3人でさ見に行ったけさ、うん、でも年末なんかほんまになんか私はまだ行ったことないんだけど、なんか中学校のその仲いい子たちで集まりがねなんかあるらしいんよ。でもなんか私その、まあ、STU になってからめっちゃ気を使われとってなんかもうなんて言うんだろう、仲いいんだけどなんかもう会ってなさすぎてめっちゃ多分気使われとんよ。で多分その誘ったらダメだみたいな、ダメなのかなみたいなのがあるらしくて、
そうそう。でもその後にコロナ禍に入ったけさ、なおさらなんかみんなバラバラになって会えんくなってみたいな、会うタイミングを完全に失ってしまった集まりがあるんだけど、行ってみたいなと思う、マジで。だってもう会ってないんだもん、何年会ってないのってぐらい会ってない。うん、その中のこう何人かとかは会ってるけど、ちょこちょここう何ソロで、ソロでっていうかこう差しで一人で会ったりとかしてるけど、マジでもうもう話合わなさそうだもん。どうすんのって感じ、どう話すのみたいな、日本語って何みたいな感じになりそう普通に。でもなんかまたさ、同級生とかさ、そういうのに会ったらさ、なんか刺激受けそうだなと思う。なんかまた全然違う今生活をしてるわけじゃん。でもその中ではもうさ、子供2人目産んどる子もおるし、みんなだってまあね、関西の方に出とる子もいれば関東出とる子もおるし、でもあんまり変わってないんだろうな。でも絶対なんかね、汽車とか乗るじゃん、徳島汽車だからね、汽車乗るじゃん、したらね、本数が少ないから絶対知り合いに会うんよ。で前もなんか一回あったよね、その中の友達に会って、え全然変わらんじゃんって言われた。なんか喋ったらなんか向こう多分初めなんかちょっとなんか硬かったんよ。でも私、あ絶対これなんかそういう風に思われてるわと思って、なおさらなんかこうもう今までと変わらん感じで接したら、全然中身変わらんやん、バカやんって言われてでもそれはそれで嬉しくない、なんか周りからそういうなんかこう遠いような感じでなんか言われるけど、なんかそこで自分がもし変わっちゃったら、なんかそれはなんか自分としてなんか谷口真比奈じゃなくなる感じがするからね。友達って別に何年経っても友達だし、自分がどんなに大きい存在になろうが友達は友達だけんさ、そこは絶対変わりたくないっていうのがあるんよ自分の中で。だからそうそうえバカやん、全然変わらんやん、なんなんこの喋り方って言われた言われた。なんか混ざっとるけんさ、もうパリッパリなんやほんまに。なんかみんな泡弁、なんか泡弁っていうかもうなんかもうなんなんだろうな、うんうん、なんかもう最近はさ、なんかもう女の子みたいな人たちに囲まれたわけじゃん、もうアイドルだし周りみんな本当に女子って感じの、もう女の子みたいな子たちにこう紛れてるわけじゃん。だからすっごいなんかなんだろうね、もう青弁ってちょっとこうきつく聞こえるし、声も結構なんかまあ私みたいに低い子たちばっかりなんよ。なんかそんなもうキャピキャピしとる子おらんのよ、やけんなんかほんまになんかなんか一気になんかもううん、なんかノリがなんかおばちゃんたちと話しとるみたいな気持ちになる。なるね。あ自分ってアイドルなんやってめっちゃ感じる、その時に地元帰ったらな、うん、あ自分ってアイドルなんやなって思う。めっちゃ楽よでも、うん、うん。でもそれ以外はなんかあなんかほんまにもしアイドルにならずにここから出てなかったらどうなっとんだろうっていう興味もあるし、みんな感じる？どういう時に感じる？そういうのってなんか、いや感じるっておかしいか、アイドルじゃないかわからないな、それはどうしたらいいんだろう、なんて言うんだろうな、難しいわ。りーちゃん、うん
まに優しい、優しい、ほんまに。うん、みんな優しい。でもなんかやっぱりあの交通機関でめっちゃ苦しむ、あ、そっかみたいな、もうこの時間もうないんかみたいな、汽車ないんかみたいなとか、1時間に1本待つし、あ、やばい、これ徳島駅までどう行こうみたいな、タクシーないしみたいな、タクシーもあんまりおらんのよ、そんなめちゃくちゃこんな頻繁に、ちょっと2分待っとけば来ますみたいな、なんかもうディーリーみたいな、あ、ディーリーディーリーか、ウーバーみたいな、あんまそんな使わんのよ、もうそういう習慣がないから、徳島の人はもう歩くか車ない。そうだから、あ、やばい、これ間に合わん、どうしよっかなみたいな。そしたらもうこの前もそのばあちゃんの、よくなんかこう地元じゃない、ばあちゃんのそのお家があるところのカラオケ大会があるよ、よく。でそれで仲良くなったおばあちゃん、そのお母さんじゃない、ばあちゃんの、まあ、仲良しのね、知り合いのあの人がおるんやけど、その人が送ってくれたりとか、じゃあちょっとなんとかさんに電話してみるわみたいなんで、そう送ってもらったりとか、その時はちゃんとあのお礼で広島ショコラあげたよ、そうとか、なんかもうすぐなんか友達がねめっちゃ迎えに来てくれる、遠いのになんか、まあ多分私が多分たまにしか会えんけんかもしれんけど、なんかもう同級生はみんなやっぱさ車を持ってるんですよ、やっぱ徳島ってもう車がないと無理なんで、一駅30分あるの、多分都会だったらさ一駅歩いて10分15分でしょ、東京とか徳島30分歩くから、そんなこう平坦な楽な道じゃないから、険しい道のりやから、早く歩いて30分よ、そうそう、懐かしいな。でもこれも出てから気づいたことだからね、もういい経験してるなと思う、ほんと22年間なんですかって感じ、なんかこれが私のこの人生まだ22年間しか生きてないんですかってぐらい、今マジでもう56年間ぐらい生きてるぐらいの気持ちだもん、ほんとに。そりゃなんか中身もさ、そりゃ語りたくなるぐらいの、なんかみんなからしたらまだまだ人生は長いぞって、まだまだマシちゃんまだ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 って思うかもしれんけど、いやもう結構もうね、もう知り尽くした感はあるよ、でも乗り物とかは一番やっぱ難しいなって思うのは新幹線、もう分かんないもん、未だに分かんないし、分かる気がしない。でもその都会行った時とか電車は意外と分かる、なんか、うん、一応ねそのまあマネージャーさんとかにじゃこれに乗るよってなったりとかしたら、こう一応こう見よう見まねついていくんだけど、ついていくけどその中でもちゃんとこう切符と照らし合わせたりとかして歩くわけよ。新幹線マジで分からん、その理解するまでにもう乗っちゃってるみたいな、もう乗っちゃった頃に理解するみたいな感じで、でも電車はちゃんと分かる、あ、これが14だから14番乗り場ね、あ、全部書いてくれたら親切みたいな感じ、なんか余計な数字がない、あんまり、割となんか時間通りに行きたいするし、東京の、いや分からん、でも私は新幹線の方が難しいなと思う、車両とかあるし、うん、あ、でも大阪とかの方がむずいかも、なんか大阪マジで意味分からんかった、あ、私なんかその地下鉄とか分からんのかもしれん、でもどれが地下鉄かも分からん、まず
そもそもその区別が分からん。新幹線って乗り物と車って乗り物しか確信持てないかもしれない。それは思うな。乗り過ごすと取らなきゃ、ねえ、びっくりするよね。そうだよね、もう乗り過ごしちゃったことあるかな。私新幹線乗り過ごしちゃったことはないけど、もう乗り過ごしたら終わりなんだろうなと思う。でもいつも乗ってる時はそのマネージャーさんとか、まあ誰か起こしてくれる人がいるからあれだけど、もし一人で乗るってなったら 100% 乗り過ごす自信がある。ひょうたん島クルーズは私まだ乗ったことないから、でも多分乗れると思う。うん、乗り場一つだし、一つだよね。あと人が誘導してくれると思う、優しい街だから。新幹線のチケット一人で買えるの？なんか買えないんだけど、でもそのほのと大阪行った時に、てかなんか大体なんかみんな緑の窓口に行ってた、緑の窓口行ってたから、なんとなく毎回それで教えてもらう、これはこうしてこうしてこうしてやるんだよって。でもまあ、その時あこうするんだよね、あ簡単じゃんとか思うけど、もし一人になったらこれは引っ掛け問題かもしれないとか思っちゃうの。うん、だから怖いって感じ。うん、でも九州は福岡以外行ったことないから、うん、もうそういう時は誰かに聞くのが一番って思ってる。それで言ったら映画館とか映画のチケットとか買うのも不安。多分ね、結構こうなんか多分失敗して学ぶことあるけど、私多分結構その失敗するのが割と怖いタイプかもしれない。そういうね、そういう失敗はだから結構初めにこうもういろいろ見てから行くタイプ。不器用だからなんか想定外のこととか起きたらパニクる、めっちゃパニクる。でもね、それ時と場合によるんですよ。それがテレビとかやったらもう全然なんとも思わん。そういうのはいける、なんとでもなる。でライブ中にさ
あのなんかサイレンが鳴ったりとかしても全然いける。そんなん全然ビビらへん。そういうのも全部想定してる毎日。今火事になったらとか、今地震が来たらとか、だから慌てないんですよ。でも新幹線とかってもうさ、想定してても想定外の問題が生まれたりとかするやん。やからえそんなことあるみたいな、とか自分が想定外のことをしたりとかするから、自分自身がもう想定外みたいな、自分が恐怖みたいなそうそう、ただ自分がそれは余裕がある時で、自分がめっちゃ緊張してたりとかしたら無理やな。もうそれだけ、それだけに必死。今火災報知器が鳴ったら大丈夫？うん、全然大丈夫。え、強盗が入ってきたらとかめっちゃ考えてるもん。もし自分が今誘拐されたらとか、うん、めっちゃ考えてる。携帯をどこに隠すかとか、うん、まず自分が怖がったら相手は私のことを殺そうとしてくるからとかめっちゃ考える殺そうとしてくるからもう仲良くなってしまうみたいな、もう相手の懐に入ることを考えるもうだって無理なんだもんね。だってもう自分があがいても無理やん、そんな抵抗するからもうこう押さえつけられてしまうだけで、避難用品はそうですね、それはもう私あの防災担当で、でもジジはさそんなん分からへんやん。ただジジがうるさくてじいちゃんが殺されてしまうと思ったらじいちゃんやばいからじいちゃんどこに隠そうとか思う。もうそれだけはもう無理やもん。だってジジになんか人の懐に入れとかで無理やん、そんな。配信中に強盗来たやん、サイリーボクル死ぬ、めっちゃおもろいやん。内容的にはマジでやばい内容やけどめっちゃ面白いなそうやね、だって手段がないもんな。インスタとかの方がいいんじゃない？ツイッターより、ツイッターちょっと埋もれそうじゃない？どうなんやろ、分からんけど。前の寝る前の日課どういうこと？で日課何何？強盗されるのシミュレーション、誘拐されるのシミュレーション。でもほんまそういうのは考えとった方がいいよ。なんかみんなさ地震が来た時にこうパニックになるのはそういうのを想定してないからそうなるよ。絶対ダメ、想定しとかんと。毎日100通りぐらいの、そういう感じやな。いけるな、それを。まあ、て言ってもだからこうやって想像しとっても絶対そうなった時ってさ冷静に考えられへんかったりするわけやん。だからもうちゃんとこう毎日そういうのを考えとくことが大切なんですよ。やっぱ講座みたいになってきてしまった、講座になってしまった。また隕石は想定外、もう隕石はさもうしょうがない。もうでもここにいるかここにいるかでこう精子をこうね分けるわけやん。だったらもう私はここから動きませんって感じ。もうどこにいてもしょうがないよ、だったらもう寝るって感じ。事情を抱えて寝るよっていう。だってもう、だってもうね、どこに当たるか分かんないじゃん。もう逃げてもしょうがない、あがいても。もう忘れる、その瞬間に、あもう隕石やなと。もう楽しいこと考えてから死にたい、だったらって思うから。もうそれはね、もう運命っていうものがあるから、ほんまにその人が生きる運命ならば
生きるし、何をしても、うん、あ、生まれ変わるときはゴキブリじゃありませんようにみたいな、それだけを願うかもしれない。もうそこだけやな。ゴルフクラブで隕石弱すぎ。ヒーローやん。それで私がもしゴルフクラブで隕石を打ち返した女みたいな、もう芸能界とかしてなくてももう有名人やん。もう多分一生教科書に名を残すよ。家康と並んじゃうよ。推しが隕石でいなくなったらどうするか。もう逆に誇らしく思った方がいいんじゃない。もうそんな人いないよ。やっぱ推しは持ってたなみたいな、運をまさかそこで使っちゃうなんてって思うしかないよ。おりちゃんありがとう。あけおめ、でもほんまにこう日常で考えた方がいいことは、ほんまに地震が来たら、今地震が来たらどうするかっていうのは一番身近じゃん。津波が来たらどうするか、あと本当に家に不審者が入ったらどうするかとか、ストーカーにつけられたらどうするかとか。でも一番怖いよね、それが一番怖い。私ストーカーとか不審者って一番怖くない？だってさ、なんか後ろ歩きよってもさ、なんか普通の人間やったらさ、いやまさかなって思うやん。でも何かされなきゃさ、もう分かんなくない？こっちからしたら急に、だって100メートル離れとる相手にさ、なんか言ってもさ、ただやばい人やん。確証がないから、それがむずいなと思う。結局人が一番怖い。なんか聞いたことあるぞそれ。そうだよね、怖いよね。もう通り魔とかマジで怖いよね。いやでも通り魔だけは想像できへん、ありえへんもん。どういうこと。ストーカー会ったことあるの？分からん。ストーカー分からん。不審者はある。露出狂みたいな人、露出狂に出会ったことある。キモと思って反対方向に歩いたこうなったから、あ無理やと思ってこっちに逃げた。でも声出んかったその時。あこういう感じなんやなと思った。それも分からんや、そのなんか近づいてみんと分からんや、まさかなんかあるやなみたいな、なんかキモと思ってキモと思って声出んかったの。でももしそれで、もし私がもう心の声がダダ漏れでキモって言っちゃったら殺されてたかもしれへんと思ったら、よかったなって感じ。蹴り飛ばすのがいい。あでもそのシミュレーションもしてんねん。だから
空手とかやっぱやってた方がいいかなと思って、ほのたに習おうかなと思った。でも足硬い、なんか体硬いから足がそこまで上がらへんかもしれへんねんな。ちょっとどんくさいからな。野球ボール常に持っとこうかなって感じ。変態ってやっぱ春なんてどういうこと？どういうこと？変態ってやっぱ春に出現するってこと？ちょっと暖かくなってきたなみたいな。ビリビリってやつか。だからやっぱ防犯ブザーって大事やと思うよ。でも防犯ブザーもいざとなったら鳴らせんけどな。一旦こう落ち着かんと鳴らせんよ。あんな鳴らし方なんかわからんもん。だから自分が持ってるってことすらもわからんもん。手にこうもう握りしめた状態で歩かんとわからんと思う。まあ、でもどんな意味があろうがやっぱやっちゃいけんことはやっちゃいけんな。うん、ほんまになんかその人のこと好きなんやったら100メートル先から叫んだ方がいいんじゃない、とりあえずね。そんな至近距離でなんかするんじゃなくて、とりあえず100メートル先から叫んだ方がいいんじゃない。目悪かったら50メートル先とかで。感じです。でもなんか年末年始ってなんかこう結構こうお祝いムードやからなおさらちょっと怖いよな。みんなやっぱさ、こう浮かれ気味の時に何かがこう起きるっていうのは想定してた方がいいよ。そういう人たちもちょっとこう浮かれてもう気がちょっとこう大きくなってそういうことをしてしまう可能性あるから、はい。あ、15分、あれ今6分ね、15分ぐらいまで配信します。もし遠くで見かけたらマシちゃんよ。それもそれでなんかもうそこまでマシちゃんってもうバレてたらもうさすがにちょっと恥ずかしいかもしれん。うん、さすがにね、マシちゃんなんだって分かって後ろに振り向けないかもしれん。でも向くよね多分、自分の名前呼ばれたら。でもトークで見かけた時はもうあー
拝めてよかった。どう？それは私に対してないよ。あのアイドルとかもし見かけた、はあ、拝めてよかったですね。メンバーによりそうやな、それは。うん、こればっかりは難しいよね、正解が。特になんか48とかってむずいよね。私が多分ほんまにそういうんじゃなくて、アイドルとかじゃなくて、なんか握手会とかさ、お話し会とかなかったらさ、もう絶対そんなね、めっちゃもう声かけてって。うん、ってなるけどね、今とかってね、まあコロナっていうのもあるし、そういうねイベントにわざわざね足を運んでくださる方とかも中にはいるからさ、なんかそういう意識は持たなきゃいけないなとも思うし、その時のね状況にもよるよね。やっほー。でも大体私多分ファンの方は先気づくんだよね、私先気づいちゃうから、私多分ほんまにめっちゃ多分見とんだと思うわ、人のことすぐ気づく。私が変な人に、いやもうそれは助けてよ、それはもう彼氏面してから。もう睨み聞かしてから助けて、それは。外が暗くなってきた。こんにちは。わかんない、私はめっちゃ強い女かもしれない、自分でなんとかできちゃう系の女かもしれない、わからん、そうなってみなきゃ。マイセンだよ。やっほー、あきおめ。ネイルの写真ね、そんなめちゃくちゃ綺麗には撮れてないけど、撮れてないけどっていうか濡れてないけど、動画だった。
ピオネさんありがとう。まあ、今日はこんな感じですね。あの初詣もね無事に、またあのお正月のねお話はラジオでもねしたいなと思ってて、なんかラジオでやっぱ話すってなったらさ、やっぱ初出しにしたいじゃん話は。だからまだちょっとお話できないんだけど、今日は自分にヘアアレンジをしました。明日お仕事頑張ります。お正月のまでやり残したことを、ぜんざいかお雑煮を作ることをやる。やっぱお正月言えばお餅じゃん。頑張って作ろう、タイミング見計らって。はい、ありがとうございます。あ、佐賀 LSC さんありがとうございます。かわいい、ファイト、いいね、似合う、ありがとうございます。あ、そうだ、お話し会の受付が始まってて、そう、やっぱりあの A 期間で、今あの画像ちょっと作り中なんですけど、 A 期間で期間で完売を出して、みんなとお話しできる枠をね増やせたらなと思ってるので、お話ししたいなって思ってくださってる方はぜひこの A 期間でゲットしていただけたらなと思います。おすすめ日とかもまたちゃんとみんなに説明するので、はい、よろしくお願いします。ブログもまだ読めてない方がいたら読んでくださいね。うん、だからあのまたそういうなんていうの、画像作りやすい画像とか、何、画像作りやすい画像とかまた載せるから、中にはねその画像を作ってくれたりとかしてる方もいるので、そういうのもめっちゃ嬉しい、はい、よろしくお願いします。直接参加ありますね、あります、幕張とか、うん、はい、それじゃあランキング読みたいと思います。13位はホラブチーノ、12位は TMFM さん、11位はナミさん、10位は森翔、9位はスーさん、8位はトクトマルさん、7位は青キジ、6位はおしめななみさん、5位は道しるべさん、4位は坂 LLC さん、3位はにゃるたん、2位はおりちゃん、そして本日の第1位は、第1位はピオネさんです。おめでとうございます、ありがとうございますね、ありがとうございます。来たばっかりだったの、ありがとう。また配信するね。ジャンツ10日までにレベル16いきそうな気がする。私は頑張って戦闘力もできるだけ上げれるようにしたいと思います。夕方の配信になったんですけど、皆さん見てくださって本当にありがとうございます。チリパのメールもまだ明日までが締め切りなので、できるだけ今日中に送ってもらえるとありがたいです。それでは1月3日今日の配信はこの辺で終わりたいと思います。皆さんお疲れ様ひな、バイバイ。
バイバイ、ありがとう。